どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています。演技講師の日向翔吾です。はい、早速今日もやっていこうと思います。今日はですね、声優になれるのは声優志望者の上位 3% っていう話をよくしてると思うんですけれども、実際はそんなに低くないっていうことについて話していこうと思います。よくね、プロの声優になれるのは志望者の上位 3% って、まあ僕の動画でも言ってますし、耳にしたことあると思うんですけれども、実は、本当言うとここまで低くはないんです。でもなんで世の中では、声優志望の上位 3% しかプロの声優になれないっていう話をしているかっていうと、全声優志望者のうちほとんどの人が本気で声優を目指していないからです。僕の感覚だと自分は声優志望ですって言ってるこの 80% は本気でプロの声優を目指してはいない子だなと思っています。だから本気で本当にプロの声優になりたいと思って行動している人だけを集めたら、多分もっともっと高いパーセンテージになると思います。じゃあその本気でプロの声優を目指していない 80% の人は何を思っているのかなんですけれども、それはプロの声優になることイコール今目の前にある悩みが解消したり、自分の欲しいものが手に入るツールと思っています。声優って今すごくタレント化されてて何でも手に入っているような存在に見えたりしますよね。さらに自分の好きなアニメやゲームの仕事ができて、それでお金がもらえる上にいろんな人にチヤホヤしてもらえる。映像の仕事、俳優の方の仕事はモデルさんのように美男美女じゃないと難しい。でも声優だったら頑張れば自分でもなれそう。無意識にそう思っている人がめちゃくちゃ多いんです。今目の前にある勉強だったり受験や就職などの超えなきゃいけない辛いイベントとは関係がなく、キラキラした声優という仕事、友達や親との関係、解消されない不満、そういったものが声優になることで全て解決すると思っている人が本当に多いです。まあこれプロの声優に対してめちゃくちゃ失礼なんですけどね。でも 80% の声優志望者がこういった意識でいます。そしてそれに無自覚な人、気づけない人がめちゃくちゃ多いです。これもし声優の養成所の先生とかね、声優の専門学校の先生とか、まあ演技の先生されてる方がね、この動画を見てくださってたら多分激しくうなずくと思います。うん、 80% ぐらいそんな子だよねって、下手したらうちもっと多いよってとこもあるかもしれません。今から本気で声優を目指していない3つのタイプの人を紹介します。このチャンネルは本気でプロの声優を目指している子たちに向けた動画ではあるんですけれども、ひょっとしたらこの無意識に本気で声優を目指していない 80% の人と同じ考え方をしている人がいたら、この動画をきっかけに考え方を改め直して、まあ、本気でプロの声優になってもらえたらなと思います。ではまず一つ目。目的はプロの声優になって悩みを解消することなので、なるために必要な努力をしない人です。養成所とかレッスンの時だけは一生懸命受けたり、真面目な姿勢は見せるけども、家に帰ってほとんど練習しないとか、練習っていう体を使って、ただただだらだらアニメや漫画を見ているみたいな人はこういうタイプになりますね。はい。あと、こういう子も意外とそうだったりします。基礎練だけをやる。演技の初心者、ド初心者だったらまだいいですよ。発声とかね、滑舌の基礎のトレーニングやることは大事です。でも中にはこれだけを延々とやり続けようとする人がいるんですよ。発声とか滑舌とか、あとなんだったら歌の練習はすごく一生懸命やるけど、演技はやらないって子います。これね、ちょっと前にね、ツイッターでもつぶやいたので興味ある人は見といてください。だからこれ言い換えると、自分がやっているトレーニングメニューを見返してみると、その内容から逆算して、自分が本気で声優を目指しているのか、本気で声優を目指していないのかも判断つきますよね。うん。本気で声優になるんだったら演技上手くならなきゃいけないじゃん。なのに、演技の勉強をしてないっていうことは、多分別のところに目的があったりするんですよね。例えば発声とか声を良くするトレーニングだけやるだったら、何々さんって声が綺麗だよね、何々さんの声ってかっこいいよねって言われたいだけの人。つまりそうやって自分の満たされない思いを満たそうとしている人になるんですね。はい。二つ目、モチベーションに左右される。まあね、気持ち的にはね、すごくよくわかるんですよ。うん、僕もね、わりかしね、気持ちの浮き沈みって結構激しかったりするところはあるんですけれども、でも、それでも僕はやることはやりますよ。うん。だってそれで食べていこうって思ってるわけだから。生計を立てていこうと思っているわけだから、モチベーションが下がったからやるのをやめようってことは、収入につながる行為をやめるっていうことになるじゃないですか。
で、収入がなくなったら生活できないから死活問題ですよね。モチベーションが下がることによってそれをやらないっていうことは、やっぱりあなたの一番やりたいことは声優ではないんですよ。三つ目、他人から認められたり褒められることが一番の人ですね。本気でプロの声優になるためのトレーニングって、ほんといろんなことをたくさんやらなきゃいけないんですよ。自分が苦手だなって思うこともね、積極的にチャレンジしてどんどん取り入れていかなきゃいけないんですよ。で、それをどんどんアウトプット、表現していかなきゃいけないんですけれども、結構これって地味な作業が多いんですよ。だいぶ昔に上げた動画で、プロの声優って現場に向かうまでの時間をどういうふうに使っているのっていう動画を多分過去上げたと思うんですけれども、プロの声優ってマイク前で何かをやっている時よりも、裏で地味にコツコツ家でトレーニングしてたりする時間の方が何倍も多いんですよ。めちゃめちゃ地味だし、誰にも認められないですよ。だから3つ目の、他人に認められたりとか褒められたりするのが一番っていう人にとっては苦行でしかないんですよ。一番多くを占めるこうタスクの部分は誰にも認められない。で、本番に行きました、演技しましたって言って現場で OK もらったとしても、それで世の中に評価されるなんていうことはまあほぼないです。うん、だからね、続かないんですよ。褒められることとかね、認められることを一番大事にしてる人は。はい、まあ、3に限らず1も2もなんですけども、こういう人たちにとって声優のトレーニングは本当に辛いだけなんですよ。途中で挫折することが本当に多いです。ちなみに1年で言うと、5月に最初にそういう人たちがまず第一段階でいなくなります。はい。うん。なので今この段階でね、今6月なので、この動画を見てね、まだ頑張り続けてる人はもうその一番最初の足切りは逃れたなって感じなんですけどもね。はい。うん。だから5月ぐらいに消えてった人は、まずそういう人たちなんだなと思ってもらって大丈夫です。では、本気でプロの声優を目指している人とはどういう人なのかなんですけれども、それは芝居が好き、表現が好きな人です。例えば服、洋服が好きな人なんかはアパレルショップの店員になったりとか、デザイナーさんを目指したりしますよね。服が嫌いな人はそもそもそっちの業界行かないじゃないですか。声優も一緒です。アパレル店員の服っていうのは声優にとっての芝居です。芝居や表現をすることが好きな人はとても向いているし、成長するし、プロになれる確率はとても高いです。芝居が好きな人ってほんと四六時中お芝居のことばかり考えてます。うん。僕も日常ね、人と関わってる時に興味深いものを見つけたりとか、興味深い人に会えたら何か芝居に使えないかなって常に考えてます。っていうか、芝居ベースで世の中の全てのことを考えてます。なので、芝居をすることや表現をすることに興味をあまり持てなかったりとか、今日の話があまりピンとこなかった人は、声優ではない他の道を目指した方が幸せなのかもしれません。うん、別にね、別の道に行ったからといって逃げるではないですからね。うん、そういったことに気づいて道をちゃんと変えるっていうのも素晴らしい決断ではあるので、うん、なので一度自分の心とちゃんと向き合ってもらいたいなと思います。私は本気で声優になりたいのかなってね。はい、最後に告知が一つあります。僕日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。そこでは2週間に1回、各週月曜日無料のトレーニング動画を配信しています。YouTube の動画だけじゃ物足りないなという人はそちらの方も登録しておいてください。無料です。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。